はい、UFO キャッチャーでゲットしたこのダイヤニャンと持っていないブシニャンを開けていきましょう。開けるとこんな感じになっております。裏はなんとクリップ式、鉄製のクリップ式になっています。公式で発売されているこのクリップ缶バッジと似ていますが、二回りぐらい大きいです。果たしてこの2枚は公式で発売されたものなのかは分かりませんが、なかなかいいかもしれません。本物のメダルと一回りから二回りぐらい大きいですね。それでは妖怪ウォッチの UFO キャッチャーでした。チャンネル登録お願いいたします。それで皆さん、さようなら。